ああ、いいな。100均のルアー。いろんなのが出てきたな。これどっかで見たことあるな。すいません。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今年始まったばっかりなんですけども、まあ震災やら、なんやらありましてですね。まあね、なるべく海にはね、あんまり行かないようにしてます。で、まあ、動画上げないわけにはいかないので、ちょっとね、今回は、シーバスのね、ルアー、僕が使ってるルアーを紹介したいと思います。この白パターンのね、ルアーを紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。で、まあ、100均、ルアーなんですけども、まあ、普通に連れてくれました、去年は。はい。で、まあ、65センチぐらいのスズキから、セイコから何やら連れてくれたんですけども、まあね、100均ルアー、弱点としまして、一つ目はメンタル面がね、ちょっと、ね、やられてしまうっていうことですね。はい。どういうことかと言いますと、まあ、シーバスもハマチも青物もなんですけども、まあ結構ね、釣れるときは釣るんですけど、何回も投げないと釣れないときがあって、そういうときはね、もう根性で投げ続けるしかないんですけども、この100均のルアーを投げて、何回も投げてると、これ本当に釣れんのかなって、ちょっとメンタルがやられてくる時がありまして、だってこれ100均ですからね、これ100均だよって、違う、他のメーカーさんは結構、売り文句とかがあって、いろんなね、研究をされて、こういうところがこういうふうにしてるから釣れますとか、実際テイスターとか、プロの方が使ってもう釣れることは証明されてるんですけども、これはね、ダイソーなんですよ。ダイソーっていうか、ダイソーセリアなんですよ。やっぱりね、釣れることが分かっていても100均なんですよね。はい。ですから、ずっと投げてるとメンタルがやられるっていうのが一つありますね。はい。正直言ってちょっと辛いです。はい。で、もう一つはですね、耐久力ですね。まあ、これ、ちょっと、洗ってなく錆びてるんですけども。なんていうか、ここの部分ですね、ここが引きちぎられて持ってかれる時がありまして、まあ、それは、ね、いやいや、100均の素材だからかな、脆いんかな、っていうのはありましたね。シーバスとかも、魚界の中であんまり引かない魚らしいんですけども、そうですね、80センチクラスになるともうものすごい怪力ですんで、まあね、ここは持ってかれる時ありますね、こういうところ。あと、ここら辺が壊されて、穴が開いて、中に、ミノの中に、水が浸水しちゃうっていう、こともありました。はい。なので、まあ、耐久性の問題もあるかなと思います。それが弱点ですね。で、まあ、泳ぎとかはですね、まあ、それ言い出すとちょっと、僕自身、ボロが出るんですけども まあ、あんま良くはないですね。はい。まあ、100均だから。まあ、釣れないことはないですね。はい。で、まあ、お金がない人は買いましょうっていう感じですかね。はい。でですね、まあ、そうですね。今、堺水道なんか、僕の住んでる近くの堺水道なんか、ちょうど、下りっていうか、中海、宍道湖から出てきたシーバスたちが、海に戻る、季節ですのでね。まあ、結構狙い目なんですけどもね。で、まあ、時にこの塩とかね、よく食ってるので、まあ、この塩パターンですね。この塩パターン、についてね、ちょっと説明して、いきたいなと、ちょっとね、話は変わりますけど、はい、思います。で、まあ、この種のパターン、100均のルアーでもね、まあ十分通用するんですけども、
やっぱりね、まあ、メーカーさんのね、ルアーの方がやっぱ強いと思います。壊れないし、頑丈だし、やっぱ超過もね、全然いいと思います。はい。で、まあ、この100均のは置いといて、で、まあですね、これ買ってきたんですけども、この白パターンで使う、ルアーですね。僕は結構ね、でっかくて、派手なルアーを使います。で、武骨な感じの、まあね、あんまリアルじゃないの、リアルなの好きじゃないので、まあ、こういう目が点、点みたいな感じのね、ルアーを使います。で、これね、結構釣れるんですよ。目が点だけど。目が点だけど、よう釣れるんですよ、これ。はい。嘘っていう、感じですけどね。最近は本当に、リアルに、作りすぎてて、そうですね。逆に、釣れないんじゃないかっていう、もうベイトと同化しちゃったりして、釣れないんじゃないかっていうね、感じの、ルアーが売れてますけども、やっぱりね、こういうルアーって結構目立つし、でかいし、優先的にね、食ってくれる、時が結構あるんですよね。はい。で、まあ、この白パターンっていうのは本当に、有名な釣り師さんですけど、村田はじめさんっていうね、釣り具屋の、釣りの王様で釣り具屋の親父なんですけども、その有名な方がね、おっしゃってる、まあ、ルアーはね、でかくて、派手で、目立つやつが、よく釣れると。そういうね、理論がね、本当に刺さる、まあ、時期というか、パターンですので、ほんまに面白いですよ。はい。こんなでっかいルアーで食ってきますからね。はい。で、これなんですけども、ルアーはね、おすすめがあって、僕はKテンっていうのをよく使ってるんですよね。Kテンのブルーゴーシャンですね。Kテン。そうですね。ブルーゴーシャンですね。まあ、これ結構丈夫で、しかも泳ぎがね、結構、いいんですよね。はい。100均のルアーなんかだと全然比べ物にならないぐらい、泳ぎが良くて、丈夫なんですよね。だからランカークラスかけても、びくともしないし、はい。これおすすめです。K点。ね、これ目が点なんですからね。これほんま釣れるんかいって思うんですけども、僕も最初思ってたんですけども、ほんと釣れて、はい。これ本当にいいルアーです。日本のメーカーだったかな、確か。で、結構老舗の、ルアーメーカーさんで、最初に重心移動システムを搭載したのがこの K 点だった気がします。はい、ですね。で、村田はじめさんが、まあ、よくおすすめされてるラパラなんですけど、カウントダウンエリートだったかな。まあカウントダウンエリートも釣れるんですけど、まあ、こっちのですね、マグナムフローティング、フローティングマグナムだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、これもね、いいんですよ。頑丈なんですよ、ほんと。頑丈で、しかもリップがちゃんと、職人さんがこう削ってね、こだわって作ってあるんで、泳ぎもいいです。で、ラパラなんですけどね、村田はじめさん、カウントダウンエリートをね、紹介よくされてますね。で、カウントダウンエリートね、めっちゃ釣れるんですけど、僕のような下手くそな人が、使うとですね、こんなになっちゃうんですよね。これね、ちょっと地面にぶつけて、バキって、こうなっちゃったんですけどね。はい。まあ、これ、カウントダウンエリートバルサ材っていう、まあ、木材使ってて、ちょっとね、まあ、泳ぎはいい、かなりいいんだけど、脆いですね。だからちょっと慣れた人じゃないと、これ、
壊しちゃうかなと思って、でもこっちはね、ちょっと木材の名前忘れちゃったんですけど、頑丈な木材が使ってあって、バルサ材よりも頑丈ですね。ランカシーバスなんかの怪力でも壊れないぐらい、強いルアーですね。はい。で、ミノなんですけども、これね、よく使います。はい。ね、で、これね、普通に買うとめっちゃ高いんですけども、2000円とかするんですけども、半額とかね、600円とかね、で非常にリーズナブルな値段で、売れてます。中古屋のカイタさんっていうね、ところなんですけども、サインのね、中古屋さんで面白いルアー売っておられます。メバルの時にも紹介したんですけどね、再度紹介させていただきます。面白いですよ。はい。で、あとサインツリングセンターっていう、ね、ところもあるんですけども、そこもなかなか面白いルアー売ってるので、そこもおすすめですね。はい。で、100均のねルアー、ちょっとね弱点ディスりましたけど悪くはないんですよね。ただね、これで釣って嬉しいかって言ったら嬉しくないですね。はい。100均のルアー、自分でセレクトしてきて、いろんなルアーの中からセレクトしてきて、これで釣ったんだぜ、みたいな。これはちょっと価値観の問題だと思うんですけどもね。100均でのルアーで釣ってもね、やっぱ嬉しくはないです。はい。僕は貧乏っちなんで、安い、金かけない釣りを目指してるんで、ダイソー釣り具をね、優先的に使ってるっていうのはあるんですけども、やっぱりね、こういう職人さんが作ったルアーね、非常に使ってて面白いし、釣った時に達成感あるし、なんていうかな、お金をねかけるだけの価値はあると思います。釣りってやっぱコスパ重視、量ではないんでね、コスパ重視っていうよりは楽しむのがね、一番の目的じゃないかなとは思うんで、お金がある人はね、余裕がある人はね、買った方がいいですよね。こういった高いルアー、はい、僕お金ないんでダイソー買いますけどね。はい。ということでした。ありがとうございました。